ちょっと枠取り直しました。すいません、たびたび。今日は2019年9月の19日、朝の6時43分です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。回線悪かった？おはよう、星ゆきさん。おはようじょ。ロリコンかな？ ロリってるのかな？いや、回線が、なんかプツプツしてる？問題ないでしょ？映像も音声も。普通に見えてると思うけど。じゃあ、たくみさんはどっち？おー、のん、おはよう。のんちゃん、おはよう。髪の毛さっぱり。髪の毛さっぱりだね。いい感じでしょ？さっぱりさっぱりですよ。回線悪いわけじゃなくて、タヌキにしようと思って。いい、こんな感じだね。猫間が切ってくれた。悪い悪い、ちょっと手間かけさせて悪い。申し訳ねネコマはね、何やってんだろう。なんかやってるね、そっち側で。ネコマ寝てないね。なんか作業してると思う。何の作業してるかわからん。なんか頑張ってる。星ゆきさん、最近どう？調子いいかい？学校始まってるんだっけ？クソ眠いんだ。クソ眠いんだ。いやー、どうなんだろうね。配信って答えのない世界だから、何が正解とかもないし、なんか俺はもう、なんだろうな、まあ、閲覧が増えるとか、お金が増えるとか、コメントが増えるとか、アイテムが増えるとか、フォロワーが増えるとか、いろいろあるけど、もうこれ人生と一緒で、結局ね、楽しんだやつが勝ちなんだよ。人数が増えたら勝ちでもないし、アイテムが増えたら勝ちでもないし、なんかルールのない世界だから、一番いい、なんか人間関係だと思ってて、俺は配信がね、楽しむことが一番だよね。まあ、コメントが走って楽しいんだったら、そのコメントが走るように頑張るべきだしね。なんかフォロワー増えるのに喜びを見出してるんだったら、フォロワー増えるのに力を注ぐべきだし、そこはもう人によって違うとしか言いようがないよね。だから人生と一緒でさ、他人と比べるもんじゃないんだと思う、多分。自分がどこにやりがいを見出して、あとはそのコミュニティの中でリスナーさんと一緒にどこまで楽しめるか勝負なんじゃないかなと思う。わからないじゃん。人によって答えが違うもんだから。難しいよな、その辺な。この辺もやがかかんの、何なんだろう。神様の時は米しにくい。神様の時は米しにくいのってなんでなの？
神様系の。なんかコメント全然しないよね。結構引いてる感じなの。ドン引きしてる感じなの。どういう心境なの。ピアスはね、もう開けてから全く問題ない。ミラクルフィットだね。多分定着してるんじゃないかな。もう血も出、初日の切った時だけだし、血が出たの。多分ね、施術した人がめちゃくちゃうまいんだと思うね。全く痛くないし、本当に開けた時ぐらいだよ。で、出血も全然しないし、すごいうまいね。やっぱメスが切れ味いいからかな。全く何の問題もないね。うん。敷居が高いのかな、何なんだろう。うん、悩みとかないか。あー、コメントすることがないっていうことか。なんかね、もっと質問来るかなとか思ったんだけどね、全然来なくて。なんか結構俺だったら質問ガンガン飛ばすんだけどね、聞きたいこといっぱいあるけど、あんまりだから神様とか興味ないんだろうね、みんなね。はいはい、ハビネスさんへのガトツ。結構なんかパンチ効いた話題だと思うし、なかなかね、そのニルバーナに達した人間って周りにいなくない？友達に神様いないでしょ。知り合いに神様いないでしょ。だからね、神様になった人とかなかなかいないと思って面白いと思うんだけどな。結構すごいこと、結構すごい、世界チャンプ以上にすごいことをやったと思うんだけどね、俺は。まあいいや、ちょっとタバコ吸ってくるわ。
で酒飲もう。さて、あれ？あったあった。まあ、悩みがないってすごいよな。なんか生きてく上で結構悩みって出てくるもんだと思うけど、ある意味その何も悩みがないってすごいな、羨ましいな。いい生き方してるね、2号さんは。閲覧多いか？そうか、枠の初めだから40人しかいないからめちゃめちゃ少ないけどね。悩みすぎて悩みがないってすごいね。いやーでもすごかったよ、体験としては。デコ広いね、デコっぱけだよ。34歳こんなもんよ、うん、DNA だよ DNA、うん、何なんだろうね、ハゲをバカにする文化ってどっから出てくるんだろう。ハゲててもモテるぜ、うん、いやどうなんだろうね、あんまり関係ないと思うけど、そこは知能指数とおでこの広さ関連性あんのかな。あ、でもハゲ絶倫は本当だと思うね。自分で言うのもなんだけど、ハゲ絶倫は本当だと思うね。自信あるぜ。おお、いやだからハゲ絶倫だからでしょ。ハゲにハズレはないからね。なんかその太ってる人っていうジャンルでかっこいいかっこ悪い、うん、ああ IQ とかじゃなくて勉強とかじゃなくてっていうことか。どうなんだろう、関連性あるのかな、うん、なんかその海外とかだと太ってる人の中でもかっこいい、でっていうかね、石野浩介がねすごいいいこと言ってて、ハゲててもかっこいいやつはかっこいい、太っててもかっこいいやつはかっこいい、貧乏でも金持ちでもかっこいいやつはかっこいい、でかっこ悪いやつはかっこ悪いんだよって、何どんな状態でもって言ってて、あれはね俺一種の中の名言だなと思ってるんだよね。確かにさ、そのかっこいいやつって何やってもかっこいいし、かっこ悪いやつってかっこ悪いんだよね。でかっこいいやつになりたいなと思ってるね。ハゲはさ克服しようがないじゃん。もう本当はあるんだけど、プロペシアとっていう薬とか飲んだりするともう毛が生えてくる、毛生え薬ってもうあるのよ、医学的にエビデンス取れてるやつか。だけどね、なんだろう、別にハゲてることって悪いことじゃないじゃん。誰かを傷つけたりとかさ、誰かを攻撃してるわけじゃないから、でも別にハゲててもいいかなとか思うんだよね。うん、いやかっこいいよね、あいつね、たまに格言を言うんだよね。すげえ響く言葉をねたまにさらっと言ったりしてて、なんかそういうところが石野好きなんだよな俺。うん、でもどうなんだろうね、なんかまあね、やっぱり日本で生きてく上ではなんだろう、勉強ができた方がいいんじゃないかなと思うけどね。うん、自然に身についてるっていうかね、石野はねやっぱ出会った時からもう付き合い長いんだけど、哲学者って感じかな。なんかね自分の中の哲学をずっと大事にしてる人で、そこがすごい好感を持てるんだよね。なんかうん、シンパシー感じるな。なんかそのまあ悩んでるとも言えるんだけど、悩んでるし迷ってるとも言えるんだけど、な問題意識を持ってるっていう感じなのかな。これでいいんだろうかっていう、これは本当に正しいんだろうかっていうことを自分に常に問いかけてる感じがして、そこはなんか好感持てるね、石野浩介に対して。うん、やっぱね、まあ多くの人は悩まないことかもしれないけど、自分って何なんだろうっていうことと世界って何なんだろうっていうことはずっと自分の中で探求してきたことだからさ、
なんで生まれたんだろうとか、なんで死ぬんだろうとかさ、ずっと子供の頃から考えてて、でその答えっていうのがどうしても欲しかったんだよ。で34歳になって完璧に答えが出たかな、そこに関しては。迷いがなくなったね。だって死ぬことを定義できたら生きることを定義できるっていうことじゃん。逆のパターンの人もいるけどね、生きることに死を見出す人もいるし、なんかさ、死ぬことと生きることって対極に考える人ってすごく多いんだけど、実は死って終わりじゃなくて生の中に含まれたものが死だと思ってるのね、俺は。で生きることと死ぬことはねイコールなんだよね。どうやって生きていくのかっていうのとどうやって死ぬのかっていうのはイコールだから。だからなんか死を定義できた、生きることを定義できたっていうのは結構自分の中でねかなり救いなんだよね。どうやって生きてこうかなっていうのはね。まあ本当はねもっと早くに答え出したかったなとは思ってるけど、思ってたり、もう少し60代とか70代で答え出してもよかったのかなと思うけど、まあそういう性格だったからしょうがないよね。子供2人亡くしてるんだけど、いろいろ不思議な体験をしてるから生まれてくることも死ぬことも何か理由があるんだろうなと思って。あーすごい体験してるんですね。子供お子さんに守られてるんでしょうね多分ね。つらかったね。なぜふわっちもツイッターもフォローをみんな外したんですか。もうなぜかまあ石野とは交流がなくなったからかな。交流がなくなった人は外すかな。なんか持論でちゃんとフォローできる人をフォローするっていう持論があって、で付き合いなくなったらフォロー外すっていうのは癖づけてるな。つながってる人とやるっていうか、何なんだろうね。なんかフォローバックがあんまりしっくりこないんだよね自分の中で。なんか嫌なんだよな。みんなフォローバックとかする人だって本来さ、そのなんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいのかな、フォローするってさそういうことじゃん。なんか本当にフォローできない人をフォローしたらダメな気がするんだよね。見たいものであればする。俺はなんか見たいものはリストで管理してるかな。なんかフォローをするっていうことって結構責任があることだと思ってて、なんかこの人を私はフォローしてますよっていうことじゃん。
なんか言葉面を真に受けちゃうんだけど、本当にフォローしてるかどうかっていうのがさ、自分の中で重要だったりするんだよね。おはよう。なんかね、ツイッターに興味があるかどうかじゃなくて、なんかフォロー、本当にフォローできるかどうかみたいな意味合いかな、俺がフォローしてるみたいな。だからそのつながってないとフォローできないじゃん。その人について語れないとか、その人が今何やってるのかわからないってことはフォローできないってことだから、だからフォローできる人だけフォローするっていうのは昔からやってることかな。うわすごいね、月収80万すごいね。あ、なんだ、解体と合わせた金額か。まあそれくらい稼いでるでしょ。すごいね、偉いね。まあ配信と解体合わせたらそれくらい、配信で2、30万稼いでるわけだから、まあ解体で40万、配信で30万っていう感じじゃないかな。でもなんかヒカルくん最近配信に戻ってきたい感じあるよね。統合フェスからなんか一皮むけた感じがするな。ヒカルくんは配信戻ってきた方がいい人だと思うな、俺は。配信やってるヒカルくんが僕は好きだね。なんか、配信生き生きやってるとヒカルくんらしくて好きだね。人間関係深く考えるんじゃなくて自分のことを深く考えるっていう感じかな。配信で3桁。俺、10万いってないっすよ、今月も。3ヶ月ぐらい10万円前後だね。もうプロじゃないもん、俺今。今、全然プロじゃない。悟りシリーズ儲からないっていうか、儲けるためにやってるわけじゃなくて、なんか、その、困ってる人の役に立ちたいんだよね。自分と同じ悩みを抱えてる人っていっぱいいると思うから、なんかその人に役立ったらいいな、みたいな感覚でやってるけど。すごいね、閲覧7000、すごいな、夫婦喧嘩。まあ多分離婚することになるんだろうな、なんかそんな気がするな。なんかヒカルくんは配信者だからね。ヒカルくんは配信者ですよ。解体の土方だったら40万ぐらい稼げるでしょ、東京とか関東の方だったら。全然稼げると思うよ。解体は結構給料高い、1万5000円以上出るだろう。で、多分知り合いの人、リスナーさんかなんかに紹介してやってもらってる現場だろうから、一人区、多分9000円とか1万円とかもらってるんじゃないかな。あ、そうなんだ。解体より配信の方が多いんだ。じゃあ、相当稼いでるんだろうね。ヒカルくん結婚してる、してる。3枚目ヒカルくんね。キツネ枠やっても爆投げないよ。キツネ枠むしろアイテムゼロだもん、ずっと。ないないない、全くない。っていうかもう最近なんか俺ひどくて、一枠花火一発、4時間やって花火一発、多くて2発で花火一発から花火0発だもん。だから本当に赤字なんだよ。なんか辛いよ、やっぱりやってて。閲覧100、それがさ、閲覧10とか20とかだったらまだわかるぞ。閲覧100、200あって、アイテムやっぱ飛ばないってね、精神的に来るね。精神的にすごい来る。すごい辛いね。やっぱさ、なんつうんだろう、お金稼げるって喜びでもあるわけじゃん。あとやっぱ、そのお金プラス、人に認められたっていうか、仕事してるっていう感じがあるわけよ。配信やってる時にアイテムが飛ぶと。だからね、やっぱね、もうここ最近辛いね。なんか月頭の最初の1、2、3とかすごい飛んでて、なんか30分に一発とか1時間に一発必ず花火飛んでたから、あとファンタスティックとかも投げてくれてて、そうそうそう、監視が多くて。結構、なんだろう、それが一番なんかこう、うまくいかない歯車になっちゃってて、すごい応えてたね、最近ね。わけわからんっていうか、本当に体験したことなんだよ。本当に。でもさ、見ちゃうじゃん。でも見てるでしょ、17号も。応援するかしないか。だから、興味があるのに見られてて、なんかこう、それがね、自分の体感としてよくわかんないんだよね。
なんか見ちゃうけど応援はしませんの感覚がね、なんか自分の中になくて、そこがね多分リスナーさんとのズレが出てるんだろうね。なんかうまくねハマらないかなって思ってるんだけどね。まあそうだよね、体験してない人にはハテナなんだろうね。そうなんだろうね。まあ俺全然稼いでないかな、もともとな25万ぐらい稼いでたんだけど3年間、今はもう10万切ってるよ。何なんだろうね、やっぱり死の匂いがするのかな、恐怖なんだろうね、死の匂いがするんだろうね、どっかでね、なんか無意識のうちに感じるんだろうな、そんな感じがするね。課金しない人が正常っていうか、それはあなたが課金しない人なだけなんじゃないの違うの、あなたが課金しない人なんだよ。癒しだと思うが、いやだからね、あれって人を選ぶんだよね。だそれはね、なんかチャクラが解放してたり開いたりしてるとよくわかるんだけど、あの怖いっていう人と癒されるっていう人が極端なんだよ。でもそれって面白くて、その人の生き方が反映されてるんだよね。すごい癒されます、よく寝れますっていう人と怖いっていう人の2つに分かれるね。ステゴロバブルなんて1回もないよ、1回もない、ゼロだね。だって前回ステゴロ勝ってさ、花火なんか全然飛ばなかったよ、だってその時も月収10万切ってたからね。究極の癒しだと俺も思うんだけどね。でも怖いっていう人が多いね、すごく様変わりしたね、随分ね、随分様変わりしたよね。ヒーリング大事だよね、癒し、ヒーリングすごい大事、癒されることすごい大事だよ。なんか現代社会特に疲れてる人が多いから、もっともっと癒されてほしいね、みんなに。まあ稼げないんだね、お金とはやっぱ関係ないからね。特にそのなんだろう、スピリチュアルとかって儲からないからね。ミュウツーが稼げたのは金梅さん効果だと思ってんだよね、荒野と一緒だと思ってんだよね。癒し欲しいよね。まあでもなんか踏ん張ってるかな、いつかなんか認めてくれる花火師さんとかが現れるって信じてやってるかな。まあまあ確かにそうだね、ふわっちにはハマってないね、わかるわかる、それはまあ一番俺が感じてるよね。っていうかね、だから俺の言葉で言うとこの三走配信っていうのは動物にいかになるかっていう勝負だと思ってて、要は動物園の動物になりきれるかっていうところじゃん。だからやっぱりね、こうなんだろう、高次元の状態っていうのは向いてないんだよ、配信自体が。 YouTube とかだったらまた別なんだろうけど、配信っていうその配信を見に来てる人はやっぱり動物を見に来てるっていうかさ、まあなんか模索してるんだよね、なんかその自分の中にあるものをやっぱ表現していきたいから。だから今多分噛み合ってないね、その自分が持ってる世界とそのふわっちのリスナーさんが求めてるものっていうのが全く噛み合ってないと思う、だって広告つけないと収入にならないもん。でも15分に1回しか入れてないよ広告、CM 制度やめてないっすよ。成功体験してないから話が薄っぺらく感じます。あ、そうなんだ、事務所から給料入らないよ、不愛不愛、人間臭いワードが一番面白い。俺はね、でもね、人間臭いっていうかね、悩んでる自分っていうのはもう多分ないね、これから。正直言うとあのそういう自分が嫌いだったし、だからなんて言うんだろう、その自分は克服できたかな多分ね。あんまり悩んだりっていうことが3月以降3月以降っていうわけでもないけど、多分ねこっから先は穏やかにやっていけると思うね。なんか最近怒るっていうことが全然なくなっちゃったね。なんだろうな、
なんかこう、まあしょうがないよなって思うようになっちゃったんだよね。うん。なんかその人の境遇で、まあこの人いろいろあったんだろうなって考えると怒れなくなっちゃったんだよね。いろいろあるんだろうなみたいな。なんかそのそれが自分の中にあった体験で、世界と自分のつながりを感じた時に、自分が世界を構築してたんだっていうのと、その世界の見え方みたいなものは自分の中にあるんだっていうのを気づいちゃったから、だからこういう言葉を言う人はこういう人なんだっていうのがよく手に取るように分かっちゃったんだよ。でそれでね、なんかね、自分がまさにそうだったから、だから俺に向かって何かを言う人とかっていうのは、その人自身がそういう人なんだ、そういう風に世界が見えてるんだと思うようになったら、なんかね、なんつうんだろう、俺に対してどうこう言ってるのではなく、彼が抱えてる問題、彼女が抱えてる問題なんだっていうことが理解できるようになると、怒る気がしなくなっちゃったんだよね。うん、そんな感じかな。なんかこういろいろあるよなみたいな、俺が知らないところでそういう風に、だからこの前も話したんだけど、みんないじめられてるんだよね。みんな意地悪されたり、いじめられてるから、いじめるのが当たり前だったりとか、こう意地悪するのが当たり前になって、誰かに八つ当たりしちゃいんだなっていうさ。幸せだよ、幸せだよ、俺は幸せだよ。だってご飯食べて、ね、家族と一緒に生活できるんだから、めちゃくちゃ幸せだよ。うん、でなんかね、俺はね、なんかね、その悲しさみたいなものがね、なんか今まではそこに対してなんで俺を攻撃するんだっていう怒りが正直あったわけよ。俺は君に何もしてないのに、なんで君は俺のこと攻撃してくるのってよく言ってたじゃん。でもね、それはね、間違ってると思って、あ、この人俺に八つ当たりしないと、なんかこう、うさが溜まってるっていうかさ、うさを晴らしてるだけなんだっていうことに気づいちゃったんだよね。うん、なんかね、それで、ね、あ、ありがとう、お布施ありがとう、セフィ。だからそう考えると、じゃあみんなが俺に向かって八つ当たりとか暴言とか吐いて、うさが晴れるんだったら役に立ってるじゃんって思うようになっちゃったんだよね。うん、だからそれを考えたら、まあしょうがないよね。みんながみんなストレス溜まってるし、みんながみんな辛いわけだし、まあね、まあそこで気分が晴れるんだったら、まあ誰かの役に立ってるのかなって、そういうふうに考えるようになったかな。なんかまあその後、その人をどうにかしてあげたいっていう願望みたいなものが俺の中にあったっていうのは、俺の中でおせっかいだったなっていうように思うようになったね。なんかそういう人を見ちゃうと、なんか、ああ、なんか少しやめた方がいいよっていうことをいちいちおせっかいしちゃってたんだけど、なんかそれってただのおせっかいで、俺もなんかクソみたいなアドバイスが嫌いだったように、その人も別にさ、好きでやってるわけだから、ほっといてくれよっていう感じなんだなっていう。だからなんていうのかな、ほっといてあげるっていうか、もうその人の人生にコミットしないっていう風に、他人は他人、自分は自分っていう風に切り分けるようになったかな。うん、そう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 、アンチのはけ口になることで、人柱になることで、その人のストレスが軽減されるんなら、別にそれでもいいんじゃないかな。なんかこだわりみたいなものがどんどんなくなってきてるね。なんか、うん、本来の意味での自由にやろうよみたいな。だって別にね、アンチコメント書かれたところで死にはしないじゃん。よくよく考えたら、気分はね、悪くなってるのは俺がさ、こうなんつうの、見栄を張りたいとかさ、よく思われたいっていう欲望から来てるっていうことがよく分かったのよ。みんなからチヤホヤされたいとか、みんなからよく思われたいっていう願望が、要はアンチコメントがあったり、うさばらしをしに来た人があった時に気に入らないっていうのは俺の問題なわけじゃん。でそこがよく分かったんだよね。あ、なるほどなって。俺はみんなにチヤホヤされたくて、でだからアンチを攻撃しちゃってたのねっていう。
だからまあなんか自分の問題とその人の問題というのをうまく切り分けることができたかな。少しっていうかかなりね余裕は出たね、自分の中にね、かなり余裕は出たね。すごい今いい感じよ、結構今の自分好きだもん。今の自分がすごい好きだね、リラックスできてて。あ、お布施ありがとう。だからまあ儲からないかもしれないけど、まあ楽は楽だね、楽は楽だね。今なんかこうなんていうの、今の自分が好きか嫌いかも超えちゃったっていうかね。エホマの証人さん、おちょくってるわけじゃないよ、全然おちょくってるわけじゃなくて、あのなんていうのかな、まあ勧誘したいっていうふうに言ってきたから、私は入りませんよっていうふうに伝えたわけよ。それでもあの教えを教えたいって言われたから、教えは必要ありませんって言ったので、この話は他の人が来ても同じ話をしますよってちゃんと伝えてね。でそれでもいらっしゃったから、まあ自分が話すべきことを話したっていう、聞くべきことを聞いたっていう感じ。おちょくってるわけじゃないよ、向こうから来たわけだしね。おはようございます、チアリーダーありがとね。創価学会についてもどうも思わないよ、どうも思わないね。だって俺創価学会じゃないもんでも多くの人が入会してるってことは、それで救われてる人はいっぱいいるんじゃないの。簡単に言うと俺関係ないね俺創価学会員じゃないし、創価学会に入ってないし、創価学会関係ないから、自分の中に創価学会がないから、まあ多くの人が入ってるってことは救われてる人がいっぱいいるんじゃないのっていう感じかな。うん、そんな感じだね、特に何もないね自分の中では。おはようみーすけ、LINE のねオープンチャットを始めました。 Twitter の方にねリンク貼ってあるんで、もしあの LINE のオープンチャットに参加したい人はね、参加してください。匿名でね参加できるんでね、名前とか選べるんで自分で。今日体調悪い？ゆっくりしな。もし申請していただけたら、大体50人ぐらいで運営しようかなと思ってますね。和道の放送をこう語り合う、和道の、和道監督の精神世界っていうね、チャット？ LINE のチャットだね。LINE のアカウント持ってる人だったら誰でも参加できる仕組みになってるんで、もしチャット、オフ会の情報とかここで流していこうと思ってますんで、ぜひぜひ。タバコ吸ってくるね。
あ、じゃあ目洗った方がいいのかもしれないですね。その目洗いっていうのでネットでさ検索しますか。ガチ恋、ガチ恋なんかいないでしょ。ガチ恋勢が懐かしいね。彩香ちゃんっていうさ結構可愛い子がいたんだけどね。
告白されたよ配信で。ガチ恋勢いなくなったよね。ただいま。でもわかんないんだけど、配信でガチで恋する人とかっているのかな。だって会ったことない人に恋することってあるの？みんな、なんかさ、そのなんつうんだろう、テレビ見てて誰々かっこいいとか誰々かわいいとかはわかるんだけど、まだわかるの？グラビアアイドルとかさ、芸能人とか歌手とか。でもなんかよくわかんないのが、そのなんつうんだろう、そうじゃなくて本気で好きになっちゃうみたいな感覚って自分の中にないから、ネットのさ見てる人で本気で好きになったことってみんなあるの？なんでその感覚になるのかが全然自分の中にインストールされてないんだよね。うん。ちょっとキリストに会ったんだもん、しょうがないじゃん。しょうがないじゃん。すばやま。まあまあそうだな。まともだよね。世間一般ではさ、配信者好きになるっていうのとさ、イエス・キリストとブッダと会ったことあるってどっちがやばいやつかって言ったらさ、完全に後者だよね。なんでブッダとキリストに会ったことあるって言って話だよな。うん、それは確かに否めないな。それは失礼しました。好きになったことないね。なんかそのわかるよ、芸能人みたいな感覚でなんかこの子いいなとか、この子かわいいな、こんな彼女いたらいいなぐらいならわかるのよ。ただガチ恋ってそうじゃないでしょ。本気で好きになるんでしょ。ラブなわけでしょ。わかんないんだよな、自分の中でないから。うん、相手の人間性が分かって相手と気が合いそう。でもさ、そのそこにはさ、すごく大きな隔たりがあってさ、その相手は自分のことを分からないっていう、その恋愛のお互いっていうのがないじゃん。片思いか。うん、あ、じゃあまあ片思いだったらまあわかるか。うん、俺も猫間ちゃんに片思いしてたかんね。でも俺猫間に会ったことあったぜ。いやー、やっぱ病院行った方がいいかな。俺もね、結構ガチでね、多分病院行ったらね、多分入院レベルだと思うんだよね今。でも会ったもんはあったんだからな。まあでも医者じゃ俺の心は癒せないと思うよ。もうそれすらも分かっちゃったから。医者じゃ俺を治せないよ。それは分かる。でもまあまあ、傍から見たら頭おかしい人だよな。なんかファッションで言ってるわけでもないんだけどね。ポジショントークでもないし。本当にただリアルな体験を語ってるだけなんだけど、まあ返事、まあ旗から見たら統合失調症だわな。まあしょうがないよな。おはようボロンジ。病院、精神障害者手帳も返還しちゃったからな。一回行ってみるか。まあでも本当にあれだよ、片思い実ったね。本当だね。すごい好きだったからね、猫間ちゃんのことね。ラブ猫間だったから。ずっと言ってたもんね、猫間好き好きって。会ったっていいけど人に話したらいけない。なんだろうね、ダメなのかな、やっぱり。でも人に話すのが俺のね役割だからさ、配信者としての。太ったかな、太った、まあ、みんなが太ったってことは、太ったんだろうな。髪の毛切ったんだよね。みんなね、太った太ったっていうね。人に話しちゃいけなかったのか。おはよう、初見さんいらっしゃい。決まってる、俺は変態。子供の画像で決まってるっていうのはダメでしょ。お薬やめなさいよ。アイテムありがとうね。片思い楽しいね。猫間ちゃんとの告白とかすげえ感動したもんな。相思相愛難しいよね。でも大事なことは人のこと好きでいられる心を持ってるかどうかじゃないのかな。何でも喋っていい、ありがとう。ちょっとタヌキだからさ、質問しやすいんだけどさ、これマジな話なんだけど、そのなんつうの、うさんくさいのはわかるんだよ。神様に会ったとかさ、イエス・キリストだとか、精神世界の話とかずっとこの最近続けてるわけじゃん。
で、うさんくさいのは理解できるんだけど、みんなは本当だろうな嘘だろうなっていう部分で言ったら、本当と嘘だったらどっちだと思ってるの？うさんくさいけど本当だと思うっていうんだったら本当って書いてほしいんだけど、でうさんくさくて本当に嘘だと思って、要は俺が嘘をついてるかどうか、要は俺が本気で病気になってるかどうかで、本当か嘘で言ったら どっちだと思ってんの？要はうさんくさいかどうかは別ね。和道の中で本当に体感があるかどうかで言ったら嘘だと思う。あ、嘘だと思ってんな、みんな。それは話噛み合わないわな。うん、あ、嘘だと思ってるんだ。病気ってことは本当？本当だけど病気だと思う。あなたの中では本当。もう一回聞くね。もう一回聞くね。だから、要は俺が病気かどうか置いといて、和道の中で体感はあったかどうか。要は、それが本当って意味だったらどう？あ、夢見てるんだろうなっていう感じか。ネタにはしてる感じじゃないんだけど。要は、その、要は俺の中で本当かどうかで言ったら、あ、俺が嘘ついてると思ってるんだ、みんなは。君の中では本気、俺の中で本気かどうかっていう話で、俺の中で本気なのか嘘なのかっていうのが問題なの、今の中で。本人の中で本物なの、本物だと思ってる。脳の中のバグ、じゃあ本当なんじゃないかな。異次元に行ったのはわかる。あ、だけど旗から見たら病気だよってことか。なるほどね。まあそれは正しいね。まあ要は和道の中で作り上げた幻想っていうか、和道の中で体感っていうのはまあ本当なのは伝わるけれども、要はなんつうの、それはただの妄想だよとか幻覚だよってことね。なるほどね。本人の中の思い込み、要は和道にとっては本当だけど、要は幻想だよっていうことか。なるほどね。なるほどなるほど。否定するかしないかもしれない。だからそこってすごく重要なことで、でもね、それ結構嬉しいかな。なんでかっていうと、和道は体験したのは本当に体験してるんだろうなっていう臨場感が伝わってたら、俺は俺の中で、あ、いや神も本当なんだよね、うん、だからそこが伝わってたらね、本来の俺の役割はまあ達成できてるのかなっていうふうに思ってるね。体験したんだろうなっていう感じだ。あ、まあまあ、それだけ伝わってたら、まあ、なんだろう。むしろ万々歳だね、俺の中では。むしろ、受け取ってくれてるなと思うね。温かい目で見てくれてるのね。まあ、そうだね。知ってるやつしかわからないって、その通りなんだよね。いや、本当にそうだと思うよ。わかる人にしかわかんない世界だから。まあ、でも、和道はそういう風に体験があったんだろうなっていうのを温かく受け取ってくれてんのね。もちろんもちろん西洋的なアプローチをしたら脳機能学とかで解明できるような話だと思うよ、俺も。それをまあ、なんつうんだろう、俺が学者じゃないからそういうアプローチができないっていうだけの話だ。だって古代からずっとシャーマンたちは使ってた秘術なわけだからね。髪の毛切ったんだよね。角度の問題じゃなくて多分髪の毛切ったからだと思うよ。おでこ出してるんだよね。まあまあまあ、そうだよね。だってクリスチャンは神はいるってずっと言ってるわけだからね。まあそりゃそうだな。まあでも大きなその体験っていうのかな、自分の中での価値観、人生がひっくり返るような体験っていうのはあったね。今まで思い込んでたものが全部ひっくり返ったよ、ほんとここ数ヶ月で。で、一個のその探求っていうのは俺の中ではもう終わったんだよね。一つの物語が終わったなっていうふうに思う。すごくいい旅だったよ、この半年間は。なんかそれこそ、作品を作っていく上で、こう、なんていうのかな。作品を作っていく上での幅が広がったっていう風に思ってるかな。なんでトランスしたのかを教えて、それはこんなところで言えないですよ。僕にもね、配信外っていう概念ができたんですよ。
今までは配信だけだったけど、まあオフ会とかで話してあげるよ。仲良くなったら話してあげる。何でもかんでも話すのは良くないじゃん。秘密があった方が面白いでしょ。髪の毛ね、猫間が切ってくれたんだよね。スッキリしたね。あ、でもなんかこう大きく人生が変わったなっていう感じはあるかな、自分の中で。人生変わったね。うん、10代のジャンキーそんなこと言ったらね、宗教家みんな10代のジャンキーでしょ佐藤さんのところドラッグやったのかと思ってた。オフ会やってほしい。オフ会開いてもいいよ別に。でも今人数集まらないと思うけどね。オフ会やっても人来ないんじゃないかな。お金ないしね、うん、神様会いたい時に会えるの。いや、そういう感じじゃないね。タイミングかな。っていうかもう今は神様に会いたいっていう欲求が俺自身にないから、多分もう会うことはないんじゃないかな、しばらくの間は、っていうかあんまりそこは踏み込んじゃいけない領域だっていうことがよく分かったから、もう多分しばらくは数年は会わないと思うよ、もうしばらくは大丈夫かな。答えは出たかな。また何か必要な答えが現れた時にまた行くんじゃないの。言葉に、あえて言葉にするなら光そのものとか全ての根源って感じかな、自分の言葉。まあ言葉じゃないんだけど、言葉とかそういうの全て超えた存在なんだけど、あえて言葉にするんなら全ての根源みたいな感じだったね。おお、マジでツイッターでいい写真だなと思ったらお前の写真、名前があってちょっとだけ。マジで、え、どの作品だろう。すげえ嬉しいわ、ありがとう。いや、めちゃめちゃ嬉しいよ。いや、それさ、62号、めちゃめちゃ、俺がさ、めちゃめちゃ嬉しいの、なんでかっていうと、俺のこと、人間性は嫌いだけど、作品はいいなって、普通に、俺の作品だと思わないで見たってことでしょ。それめちゃめちゃ一番嬉しいわ。俺別に人間性なんかどうでもいいと思ってて、作品が評価されるっていうのが一番嬉しいもん。ありがとう。いや、すげえ感動だわ、今のコメントは。だってさ、人間性クソじゃん。スティーブ・ジョブズも宮崎駿も誰も彼も。だけどさ、何が彼らは素晴らしいかっていう、作品が素晴らしいからじゃん。めちゃめちゃ嬉しいわ今の、ありがとう。人間性で評価されるより作品が評価された方が俺は嬉しいね、まあ人間性も評価された方が嬉しいんだけど、もうそこは諦めてるかな。いやー、ありがとうありがとう、免許は取れるんじゃないかな。免許取りに行くよ、多分。宮崎駿のクズ具合を教えてほしい、スティーブ・ジョブズとかだから目が合った瞬間に首にするとか、なんかしっちゃかめっちゃかなことばっかりやってて、まあドラッグ中毒者だし、スティーブ・ジョブズなんかね。えあとお風呂に入らないで臭かったとか、すげえ有名なエピソードがあったり、とにかくわがままな性格なんだよね。あと宮崎駿とかはなんかこう部下を怒鳴ったりとか、お前なんか絵描く資格がない、早くやめろ出てけとか、
そんな日常茶飯事だから、うん、なんか美しいものを作ってる中ですごいエゴイスティックな裏側っていうのがさ、いろいろあって、なんかそういう狂った人間性みたいなものを持ってるわけじゃん、宮崎駿もスティーブ・ジョブズも。おはよう。福島県産の野菜食べたら被爆するって言ってましたよね。言ったね。うん、実際被爆すると俺は思ってるからね、うん、冗談抜きで神様がいるならエンマ様もいるんですか。あ、そういう神様ではないかな。俺が体感した神様は物語の神様ではないね。びっくりした。でも事実だからね、うん、実際のことだからね、それは、うん、それは言わないだけでみんな分かってることでしょ、うん、女の人は気をつけた方がいいと思うよ、俺はマジで。だって俺なんかさ、そのなんだろう、成田に住んでたけど、まあそれ体験で何回も話してるけど、スズメの死体とかカラスの死体とか1週間で10匹ぐらい見たよ、うん、それが現実だよ、うん、そんなさ、スズメの風評被害になるかどうか、ならないよならないよ、そんな影響力持ってねえわ、うん、でもそれが事実だからな、うん、賢いってことは性格悪く見える、どうなんだろう、うん、賢くないよ俺は、うん、別に福島で働いてる農家の人をディスろうとかそういうことではないね。でも風評被害がどうかっていう問題じゃなくて、その自衛の手段として持っといた方がいいと思うよ。猫の面も調べた方がいいと思うよ。実際その危険時の割合とかも国とかは隠してるけどめちゃめちゃ多いんだよ、うん、甲状腺がんもめちゃめちゃ増えてるわけだし、うん、調べて言ってるからね。だって海外とかが軒並み撤退したわけじゃん。あの外国人住んでる方は避難してください、国に帰ってきてくださいっていうのを各国が流したっていうことがどういうことなのか。日本だけは安全ですよ、安心ですよって、問題ないですよって言ってるけど、そんなことはないよそんなことはない。報道されない真実は全然あるよ。特に日本なんか自由報道ランキング100位ぐらいでしょ。先進国の中でかなり低い国だからね。ちゃんとした報道なんかされてないからね。はい、わだつ。で、俺は芸能人でもないしさ、猫の目ね。芸能人でもないし、芸能人とかだったら、テレビとかだったらさ、影響力とか気をつけないといけないかもしれないけど。俺はほら、自分の空間で自分を語るっていうことをやってるわけだから、自分が思ったことは言うよ、うんうん、公人ではないってことね、うん、それは政治家とかは気をつけないといけないと思うよ。その一国の総理大臣とかが言うのはどうかと思うけど、うん、そう、まあだから立場によって変わるよねっていう。だから俺はさ、風評被害を気にする立場にいる人間ではないから、うん、神様に会ってからの和道さんの雰囲気が変わったけど、今日の和道さんいつもの和道さんでよかった。あ、いや、いつもの和道さんっていうわけじゃないよ。ただ話題を変えてるだけで、普通のただだべりをしてるっていうか、なんてことはない。学校に行っておはようとか、職場に行っておはようみたいな、うん、ただそれだけだよ。コラボとか外配信とか企画配信、お金がなくてできないかな。飲みに行くことすらもできないから、食ってくのに必死で出れないね。企画配信とかもお金すごいかかるんだよ。だからね、それはね、できないね、うん、ごめんね。もうちょっと頑張るから、お金貯めて企画できるようにするよ。でも企画結構頑張ってたんだけどね。でもどん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 お金だけ飛んでくから、格闘技の捨て頃前に格闘技の企画もやったでしょ。牙を作る配信とかね、ゲストさん呼んだりとかやったり、んね、いろんな、そのいろんな企画とかコラボとかやってきたけど、花火が飛ばないとさ、やっぱり難しいんだよ企画ってお金かかるんだよ、すごい。
だからそこはごめんね、申し訳ない。採算が取れないものはできないよ。うん、飽きるかどうかで言ったら飽きないっていうか好きだよ俺は。だけどやっぱりそう、採算が取れないものにお金をかけることはできないよ。うん、それは無理だね。やっぱ食っていくことが第一だからね。現在も台湾とか輸入した日本車が放射能検査で突き返されてるみたい。ああ、まあそれはあるだろうね。うん、今俺はなんかいつも言ってるけど、個展をやりたいかな。うん、個展をやりたいなっていうふうに思ってる。で、個展とかだったらほら、リアトツとかもできるし、その日の集まったリスナーさんの中でオフ会とかもできるし、個展かな、今は。個展を定期的にこう開催できるっていう実力をつけたいね。それが今の自分の望みかな。なんか写真とかさ、こうアートの方に力入れていきたいね。1日レンタルするので、まあ1万とか2万とかかかるって感じかな。で、3日間開催するのか1週間開催するのか1ヶ月開催するのか、場所をどこでやるのか、部屋の規模がどこなのかで値段が全然違う。俺は原宿でやりたいなっていうふうに思ってるんだけど、原宿だったらほらアクセスがいいからさ、みんな集まりやすいじゃん。原宿で個展開きたいね。で、なんか写真とか見てもらいながら、こう俺は端っこの方で作品のね、作品見てくれる人とかこう眺めながら、こう配信とか横でやってたいかな。で、話しかけられて解説してくださいっていう時だけこう触れ合いとかしたりとか。うん、そういう感じかな。うなちゃんマン福山雅治と同い年だね。いくつだっけ ?40? え、もう50になる、うん、好きな色ブルーですね。嫌いな色とかは特にないかな。好きな色ブルーかな。もともと赤がすごい好き。赤、黒、白が好きだったんだけど、今はブルーが一番好きですね。うん、青かな。あ、いやいや、別に、あの、なんか、あの、ありがとう。うん、51か、うん。あ、もっと年いってると思ったんだ。うん。なちゃんま。
ナザマンは51だね。51ぐらいか。福山雅治と同い年って覚えとけばいい。スーパースターだからね。我らが佐野。佐野智則。智則佐野。普通の年だった。もっと若いと思ってたんだ。逆か。ちゃんまもう長いからね、配信ね。結構ね、歴史のある人なんだよ、あの人は。すごい人なんだよ、ちゃんまは。配信で多分トップ3ぐらいに古い人だね。そうそう、バールで有名な人だね。あ、ちゃんまんから俺のこと知ってくれたんだ。レジェンドだかんね。いや、昔のね、やっぱ佐野の方がキレッキレだったね。昔の一つしてたね。昔のちゃんまんの方がキレッキレだったね。閲覧とか3000ぐらいあったからね。酒雑面白い彼。いや、だってあの人だって酒雑、もともと酒雑っていうジャンルを作った人だからね。それは誰も勝てないよ、酒雑っていうか。ずーっとお酒飲んでるから全部が酒雑だからね。すごくない？お酒しか飲まないんだよ、本当に。で、水とかジュースとか飲んでるの見たことないもん。ずーっとアルコール、だからもう体アルコールでできてるんだよ。ビッタビタなんだよ。だから話すこと全部酔っ払いのザレ言なの。最高だよね、本当に。ミスター配信者の一人だよ。みんな佐野が大好きだからね。みんな佐野が大好き。起きてよ、コーヒー飲んでよ。見たことないよね。いやー、やっぱよ、モーニングはよ、カフィーだよな。ああ、発音がネイティブですね。はい、ブロックです。KP はちゃんまんが発祥だよ。 KP っていう言葉を作ったの、ちゃんまん。だから居酒屋とかでさ、たまに KP とか言ってる人いるじゃん。全く配信とか見ないのに佐野ってすげえなって思う。トップ3俺ん中で誰だろうな。緑さん、うなちゃんまん、ミスター配信。でもな、なんかもう勢力図が変わってるからな。今で言ったらよっさんとか金梅さんとかじゃん、ふわっちとかで言ったら。誰だろう。俺はみどりさん、俺個人で言ったらみどりさん、ちゃんまん、ミスター配信者って誰だろうな。まあ金梅さんかな。みどりさん、金梅さん、うなちゃんまんだけど、多分今の勢力図で一般的に言われてるのはよっさん、金梅さん、あと誰だろう。よっさん、金梅さん。まあ、ミスターって言ったらやっぱりツバニャンじゃないかな。男の中の男、ツバニャン。時代の流れすごいあるよ。人気商売だからしょうがないよ、それ。しょうがない、しょうがない。いや、ブロック解除してくんないよ、シャンマン。全然ブロック解除してくんないよ。舐めたらダメだよ。ちゃんまに一回ブロックされたらもう二度と見れないから。俺2年間ブロックされてたから。あ、石川紀之か。そうかそうか。石川紀之だ。間違いないわ。すごすぎて忘れてたわ。すごすぎて忘れるパターンね。これこれとか石川紀之ね。
それはあるよね、うん、うんこちゃんって言う人知らないな。うんこちゃんわかんないな。誰だろう。酒の力を借りないと配信できないのプロじゃないって言ったら、よっさんと佐野と金映えさんあの トップにいる一軍にいるスーパースターが3人死んだんだけど。加藤純一さん知らないね。聞いたことない。有名なの、よっさんも金映えさんもあのちゃんまんも酒の力ないと何もできないわっていう。ラーボーが好きなんだ。ラーボーはなんか若くて元気な男の子って感じだな。なんか俺の中ではなんか人気者の男の、クラスの人気者の男の子って感じがする。わかる。好きなんだよね、革製品磨くの好きなんだよね。いい色になってきたね。真っ赤だったんだけど、くすんだ黒っぽくなってきたね、うん、財布柔らかい。いいね、じゃなくてアイテム飛んでる枠羨ましいよな。普通にいいなって思うよ。くそーみたいな、うん、正直一番羨ましいのは大手じゃなくて俺はそっち側かな。なんか花火100発とかさ、ひょうひょうとしてさ、普通にさ喋ってるだけでさ、アイテムすげー囲われてたりするのはね、羨ましいなって思うね、うん、だからなんだっけ、エルピだっけ、塾長にさすげえ投げられてたじゃん。100万円分だから花火何発だ、100万円だから100万円って花火何発だ。一枠で100万円投げられてて、うらやましいって。月300万ぐらい稼いだんだよね、 LP すげえうらやましかったな。300万あったら何ができんだろうとかずっと考えたもんな。ずるいわーとか思って、めっちゃうらやましかった。あれいいなー、パソコンとかあれがあったらなんか編集したりとかする、配信できるなとかさ、なんか動画編集とか写真のレタッチとかの編、いやーやりてえなーとか、もうめちゃめちゃ考えたもん。カメラも変えるなーとか、うわーいいなーとか、すげえ羨ましかったあの時、うん、そういえば最近塾長って聞かないね。いなくなったのかな、うん、サプリとかね、サプリくんとかいいよね。うん、そうだね、エルピアはビットコインで溶かしちゃったね、うん、羨ましいよな、うん、なんかいいなって思ったね。なんか夢があるよね。やらせはどうなんだろうね、あるのかな、ないんじゃないかな。
カメラ撮ってる撮ってる撮ってるよ、もちろん、うん、カメラ写真レタッチもねだいぶ技術上がってきたね、編集ね、写真のすげえコツコツやってるよ、配信外でだいぶ上手くなってきたね。普通にまあ普通にお金取れるレベルにはなってると思うけど、フォトグラフ正解がないからな、ダメージ結構入ってるな。傷が結構ついてるね。大切に使わないとあと残っちゃうんだよね。しょうがないか。オープンチャットまた参加者が増えてる、メンバー増えてるな。原宿住んでる時カメラの学校の学生写真撮らせてくださいってよく言われた。カメラ学校ってあるの？カメラの学校あるよ、あるある。あっていうことはなんかイケメンなのか美人なのかおしゃれなのか、あのカメラのやってる原宿で声かけるの綺麗な人とかしか声かけないからね。うん、人に会うためと、うんと、まあ人に会うためだね。スピリチュアルの人だね。そうだね。そう、台湾に結構すごい人がいて、でその人に会いに行こうと思ってるね。そう、よくわかったね。そう、台湾に行くのはスピリチュアルの人に会いに行くため。そんな話してないのにね、なんで分かったの、すごいね。61号さんすげえな。そうだね、スピリチュアルの結構すごい人がいて台湾に、でその人と会わなきゃなっていうね、そうだね、綺麗な人しか声かけらんないと思うよ、あのなんでかっていうと、あれカメラこうやって下げてあのガードレールに座ってる人でしょ、学生とか、あれ綺麗な人をずっと探してるんだよ、台湾旅行行きたいんだけどね、お金作んないといけないんだよね。パスポート代とだいたい10万ぐらい、往復の飛行機と滞在費で10万ぐらいあればなんとかなるらしいから、なんか生活費とは別にねちょっと10万円作りたいんだよね。今年内には行きたいなと思ってるんだけど、旅行っていうかもうそれは旅だね、完全に。台湾行きたい。
写真売れてるよ、売れてる売れてる。今日もね、あのまあ今日っていうかこの前問い合わせが来て、で、あのなんだっけな、3枚で4万5千円で売れたね、うん、その人の希望で1枚1万5千円であの購入したいという。最初はね、なんか1万円で写真集作ってほしいって言われたんだけど、写真集1万円だとその予算の関係で作れないんですっていうふうにあの言って、で今でよかったら作品展示用の在庫があるんで、展示用の作品が、でもしそれでよかったらあのお譲りできますよって言って、うん、でそれで買ってくれることになったね。だから今合計8作品売れてんのかな、8個売れてんのかな。うん、どうだろうね、やっぱ写真に関してはコストがかかるもんだから、うーん、どうなんだろうな、15万とかプラスで、写真だけで15万ぐらい稼げるようになったら嬉しいなと思うね。作品が月に10個ぐらい売れるっていうか、うん、CM やってますね。ただあの花火が上がんないだけですね、うん、やってますよ CM、うんうん。え、和道さん薬やってる噂が出てる。あ、そうなんだ。いいんじゃない、いいと思うよ、まあ、誰が噂してんのかは分かんないけど、誰かが言ってた配信者が、なんかね、病気説と薬説と、あとなんだろう、本当に神様に会った説の3つあるね今、今3つあるね。花火いらなくないよ、延長代2万円とかかかるんだよ1ヶ月に、それだったら花火いらないじゃん、じゃあ嫌だよ、花火は欲しいよ、写真ね、もちろんですよ20号さん、5層7層だからね。この前もねツイッターに書いたんだけど、あのすごいねイラストがあって、なんか絵があって、それがね俺が見た5層のビジョンにすごく近いんだよね。5層に入ると世界がこういう風に見えるっていうビジョンにすごく近いのがこの絵かな。これはすごいね、なんかまあここに1本の木があって、まあ夜の木1本あるのを見たらこうなるだろうなっていう、俺はこういう風に見えるんだよね。だから俺が見たビジョンに近いのはこれだね。かなりちょっとねディティールが違うんだけど、ディティールが違うんだけど、これはねすごいなと思った。特にねこの辺の星空の感じがねすごい似てるなと思ったね。この辺ゴッホっぽいかな、そうかな、この絵の画家すごいなって、この絵欲しいぐらいだもん、これいいなって思ったよね、なんか俺が見たビジョンに近い。ただもちろん絵だから写真、なんかこの人が表現したいことすごいわかるの、写真だったらどうやってやるんだろうみたいな。時給がウズベキスタンかと思いきや、砂糖が時計だと図書館は止まるのに対して歌舞伎町が、何言ってるか分かんないです、卵味噌がすごい褒めてた、ノーズミントの影響って、ドン・キホーテで売ってノーズミント吸いすぎてそうなったらもうやばいでしょ、みんな芸術家になれるわノーズミントってそんなパワー持ってたの、これノーズミントあったあった、卵味噌はブロックだから花火30発で解除する約束だね。クズだと思う配信者は誰、いや特にないかな、みんなクズでしょクズじゃない人
うん、あんまいないんじゃないかな、みんなクズじゃない、うん、配信者に限らずどっかしらクズっぽいところはみんなの中にあると思うよ、俺の中にもあるし、うん、みんなが人それぞれあるんだと思うな、うん、アイラどうしたんだろうね、帰ってこないね、もう何ヶ月経ってるかな、何やってんだろう、うん、薬がやめられないっていうのは悪い薬ってこと、イリーガルな薬ってこと、それとも精神薬みたいなこと、うん、配信者はいかに異常であるか、どうなんだろう、別に普通でいいと思うけど、うん、あ、さとみさんで美大なんだ、さとみさんどこ、覚醒剤やめらんないと、覚醒剤やめた方がいいと思うよ、なんでやめられないの、まあ、うーん、覚醒剤一回手出したらもう無理だろうねうん、ダルクとかに行ってみたら、うん、やめた方がいいんじゃないかな、うん、覚醒剤か、辛いね、死後に苦しむっていうか現世で苦しむよ、今苦しいでしょ、覚醒剤やめられない自分が、うんうん、一回本当になんか施設とかに行って相談した方がいいと思うよ、うん、それで本当にやめたかったら、もう一回手出したらもうずっと中毒になっちゃうもんだからね、しょうがないよね、30年やってる、じゃあいやなかなかやめられないっつうかやめる気がないんだろうね、いいんじゃん続ければ、うん、うん、金を引っ張るとかどうこうっていうのはあんま考えてなかったかな、普通になんか話したかったから話したって感じかな、うん、まあ何かに依存して人は生きてるんだよね、仕事なのか趣味なのか女なのか酒なのかドラッグなのか心宗教なのかアイドルなのか、人は何かに依存して生きてるんだろうな、俺はまあ配信だろうな、うん、タバコ吸ってくんね、
タバコの本数ほんと減ったな。タバコの本数マジで減ったな。本数減るね。換気扇で吸ってるんだけど本数減ったね、うん、髪の毛切ったからじゃないかな。親といつから連絡取ってない。いつからだろうな。7年ぐらい、7年じゃ聞かないか。7年、母親とはもう10年ぐらい取ってないね。生きてんのかな。父親とは6年ぐらいかな。5年6年ぐらいかな。連絡先知らないね。住所は知ってるけど、実家の。多分そこに住んでないと思うな。なんで親に会った方がいいかな。会う気あんまりないかな。うん、なんか今平穏に暮らしてるから、お互いがね、お互いがいい幸せになってるはずだから、俺は幸せだし向こうも幸せになってるはずだから、あえてそれを壊す必要ないんじゃないかなと思うんだよな。気にならないね。なんかまあ幸せにやっててくれたらそれでいいかな。あの兄弟も母親も父親も幸せ願ってるかな。であえてその嫌な思いさせたくないかな。静かに暮らしたいね。動物は本当は食べたらダメだよね。本当はね、あんまり食べ過ぎ良くないよね、動物は。父親は仲良かったね。母親とは喧嘩ばっかりしてたね。目指してたものは達成できたかな。今は何も目指してないかな。今は個展やりたいっていう感じだね。今目指してるのは個展を開きたいですね。それ以外は特にないかな。親は俺の面倒を見る義務がある。働いたら負け。ああ、なるほど。本当は動物やっぱ食べるの良くないと思うね。おはようゴリマッチョさん、おはよう。配信時間って大体いつ頃ですか？あんまり見る機会が合わなくて。ああ、バラバラっすね。やりたい時にやってますね。魚は食べていいと思うかな。でもね、なんかね、あんまりなんか豚とか鳥はまあまあまだ一番マシかな。あんま牛とかね、豚ってあんま良くないなって。鳥、豚、牛かな。牛は特に合わない気がすんな。今日は神との更新はしないですね。今日はなし。スピリチュアルな配信してますね。スピリチュアルな配信してますね。スピってますね。スピリチュアルですよ。
ナイス押した、ありがとう。うん、この音源いいよね、かわいいよね、なんかね、この音源いいよね。うん、これね、あの鼻がいいとか悪いとかじゃなくてね、あのアロマなんですよ、アロマ。うん、これアロマですね。神秘的な方がいい。これはね、ベルガモットっていうあの香りをつけてますね。ベルガモットですね。鼻の穴広がるかな。鼻の穴小さいから広がった方がいいな。パスタ屋やめちゃったんですか？パスタ屋やってないですよ、僕。パスタ屋ってなんだろう、うん、アイテムは V プリカがわかんないけど、あの、なんだろう、iTunes カードとかで買うんじゃないかな。オレンジの香りですね。これはね、ドン・キホーテでね、ノーズミントっていうのが売ってるから、それにね、アロマオイルを垂らして吸ってるね、俺は。うん、携帯するアロマみたいな。すっきりするんだよね。癖になるんだよね。
ラベンダーとユーカリいいね、うん、三社のパスタ屋のことですよ。三社のパスタ屋で僕働いたことないですね、うん、三社のパスタ屋部屋いつも暗いかな。ブルーの照明焚いてるねいつもね。そう、ノーズミント迷った。ちょっと高いよね、380円なんだよね。タイとかで買うと80円ぐらいなんだろうけど、うん、高いよね。3倍4倍の値段はさすがにやりすぎだよな。暗い部屋いいよね、落ち着くよね、うん、なんかユータンあれだね、金梅さんとなんかうまくいってるみたいだね。カップル配信なんかめちゃめちゃラブラブだよね。金梅さん結婚しないかな、金梅さん結婚しないかな。なんかまさかユータンと、ユータンってあれじゃん、もともとヨッサンの女だったじゃん。まさかね、ユータンと金梅さんがくっつくと思ってなかったね。意外だよな。うまくいってるっぽいよね。あ、初見さん、初見ありがとう。アイテムありがとうね、ゴリマッチョ。アナ兄弟。アナ兄弟？アナ兄弟？俺、ユータンとセックスしてないけど。うん。猫間を通じてアナ兄弟だ。目指してるのは金梅みたいな感じ。いやー、全然目指してないかな、金梅さんの配信スタイルは。誰かを目指してやってないよ、配信とか。うん。ゆうたん結婚相手にはいい。男を立てることができる女性。あ、いいかもしんないよね。うん。よっさんと金梅は穴兄弟だね。ゆうたんは俺と同い年なんだよね。朝ごはん食べてないな。なんか食べたいな。うん。そうだね、穴兄弟だらけだからな。100万円の指輪買うらしく、銀座のシルバー和道の話してた。銀座シルバー和道全然作りますよ。俺が作ろうか、ユータンの指輪。全然100万円でオーダーしますよ。全然対応しますよ、私。もうダイヤモンド100個ぐらいつけるから、うん、スワロフスキープラチナで作ろう。いい、銀梅さんに全然言って、シルバーワードご予約お待ちしておりますって。ね、銀梅さん飲んでるよね。ナーボーと TJ もあの兄弟なんだ。誰、 TJ さんとナーボー、誰があの兄弟、どうしてあの兄弟なんだろう。ああ、よっさん曰くユータンピンク色の乳首なんだ。え、そうなの。ユータンって障害者2級手帳持ちなんだ、知らなかったわ。ああ、え、金梅さんシルバー和道に依頼してくんないかな。シルバー和道、いや、ティファニーとかハリー・ウィストンとかじゃないよ、カルチェだから。カルチェとかそういうハイブランドだから。うん、カルチェ、和道、バーバリー。バーバリーね、お酒控えた方がいいのにね。ジュエリー和道、 T
TJ とナボ同じリスナー、そうだからたま、え、たま、またま、パコった相手が一緒だった。へえ、あー、まあかぶってそうだよね、 TJ さんとナボさんね、わかるかもしんない、なんか客層一緒っぽいよね。俺客層かぶってるリスナーさんってどことかぶってんだろう。みんながさ一番好きなリスナーさん書いて、自分が一番推してるリスナーさん書いて、どこと客層かぶってんのか、なんかバラバラの気がするんだよね。一番好きなリスナー、あの一番好きな配信者書いてください。どこと客層かぶってんのか知りたいね。どこなんだろう、誰一番見てる。まさかの桃なな。ミズニャン、ナーボー、ワド、バラバラだね。ヒカルくん、ヒカルくん、ドレさん、バラバラじゃない、すごくない。ワーさん、ワーさんかぶってますよ。ワーさん僕のリスナー取らないでくださいよ。ワーさんいいっすね。ドレさんとヒカルくんが多いのかな、うん、なんかやっぱバラバラかな。ドレさんなんだ。あ、ドレさんが一番多いね。ドレさんと親和性が高いんだ。TJ、ドレ、ワド。でも、比較的なんかばらけてるよね。うん。まあ、ドレさんかヒカルくんって感じか。あえて言うなら。でも、なんか、まとまりねえな。永遠の2番で。桃七他にいなかった。うん。AF ちゃんか。AF ちゃんの要素ないよ、俺。おはよう。うん、山崎、え、銀梅さんとよっさん見てんのに俺見て面白い。20号さん多分俺のアンチでしょ。多分銀梅さんとかよっさんを面白いって言ってる人って俺の放送多分つまらないと思うんだよな。なんかジャンルが違いすぎる。ドレさんはわかるけど、うん、なんかあんまりしっくりこないな。だから銀梅さんといくらコラボしてもよっさんといくらコラボしても俺閲覧増えない自信があるもんね。影響全くないもんね。コメントをし、あー、なるほどね。見るときは変えてるんだ。でも珍しいな。うん。面白いと思って見てない。なぜか来てしまう。何なんだろうね。それね、すごいね。多分みんなが思ってることだと思うの。ここにいるみんな全員思ってると思ってることなんだけど、なんで和道を見ちゃうのかって答え出ないでしょ。なんかね、それね、俺もね、わかんないんだよね。なんでみんな見に来るんだろうって。面白いとか、笑いとかを求めてないんだよね。何を求めてきてるんだろうね、みんなはね。それね、多分誰もわかんない。明確な答えってないと思うんだよね。うん。うん。うん、コラボしても増えないよね、多分ね。なんだろうね、なんか配信者に向いてるオーラじゃないよね。うん、うん、あー落ち着くはあるかもしれないね。なんか 寝る時にとかロムる時に見るっていう人かな、多いかな、うん、なんかそういう見方をしてる人多いね。そうそう、寝落ちしたい時とかね、あと作業したい時とかに俺の放送を使う人多いね。ロムセンさんがすげえ多いんだよね。うん、コメントあったらシルバーの作業止めるよ。コメントが来るまでシルバー作業してるだけだよ、あれ。ああ、声の質か。ていうかさ、それで言うとさ、俺ね思うのが、ランハゲさんの放送にすごく似てると思うの。ランさんって実は声の質めちゃくちゃいいんだよ。イケボ、めちゃくちゃイケボなの。ただ見た目がハゲてるっていうのもかぶってるけど、そのさ、声を求めてその BGM 代わりに聞けるっていうとね、ランさんすごいいいんだよね。だからランさんとかぶってないのがちょっとびっくりするんだよね。ランハゲさんいいよね、声ね。なぜか惹かれるんだ。ランハゲさんイケボだよね。
ランさん普通に髪の毛あると、てかスキンヘッドにすればいいのにな。ランさん顔かっこいいからスキンヘッド似合うと思うんだよね。魂がこの配信求めている。他の配信者ではそれを求められない。あ、俺は一つの配信サイトで引きこもらないでアクティブに移動する、うん、話の内容は確かにちょっとね、ランさんは本当に雑談だからね、うん、ランさん俺より年上だと思ったよ。なんか落ち着きがあるトークっていいよね。なんかさ、声をでかくしたりとか、声を早く喋ったりとか、リアクションをでかくするっていうさ、アプローチってさ、あるじゃん。配信者の中で。オーバーリアクション。だからそれの極めた人が七原くんだと思ってるんだけど、声でかくする、早く喋る、オーバーリアクションする。だけど、俺も一時期それやってたことあったんだけど、あの配信スタイルって配信時間が短くなるんだよ。すごい疲れるから。だから、ゆっくり喋って、なんて言えばいいんだろう。落ち着いてコミュニケーション取って、かつ、なんか、なんて言うの、アダルティーな感じ。それをね、意識し始めてからね、配信ね、長くできるようになったね。そうそう、ガチャガチャしてないっていうね。うん、だからね、パッてね、瞬間的に集中してみると、声でかかったりとか、リアクションでかかったり、喋りが早い人は面白いんだよ。まったりやるんだったらね、まったりに向けた放送は結構意識してるかもしんない。なんかこう、だらだらするのにいいよね。だらだらするのに。イラついてる時に和道の放送を見ることはできるけど、イラついてる時にユイガとベンジョはイライラする。なんだろうね。ちょっとユイガさんはわかるかもしんない。うん。あ、そうだろう。AF、いや、だからよ、俺はよ、花火投げる女の子だ。バカ、お前。お前さ、お前、そんなお前、俺が花火投げてる相手はよ、な?お前じゃあシングルマザーばっかりなのかよ。そんなことねえから。見せてやるよ、今。カチカチ。カチカチ。いや、だろ?あ、いや、違えんだよ。あいつはよ、もともとよ、な、25歳ぐらいの頃によ、なんか彼氏に振られたとか言ってよ。そう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 。なんか腹立つよね。いや、だから、もういや別に女ばっかりいなげて、まあまあ女ばっかりっつうか、まあお前そんなこと言ったって男の配信者が男に投げたら気持ち悪いだろうとか、うん、なんかイラッとくるんだよね、うん、なんだろうね、うん、いらっしゃい、うん、何なんだろうねあれは、なんだろうね、ユイガさんワールドってあるよね、なんかね、うん、ユイガさんワールド独特の雰囲気だよね。キツネでやってたんだ、うん、なんかいいんだよね、このマウスのこの位置がいいんだよね、うんうんうん、わかる。でもね、パイセンの何がイラッとするかっていうと、綺麗事だよね。ちょいちょい入る綺麗事だよね。なんか5分に1回ぐらいで軽い綺麗事が入るんだよね。そこがね、多分ね、みんながね、イライラしてる時余計イラッとするポイントだと思うんだよね。その綺麗事いるみたいな綺麗事がやたら入るんだよね。わかる。
いやー雑談って感じはないと思うけどな、ゆいがさんは。佐野はまあ雑談すごいと思うけど、雑談力で高いんだったらやっぱドレさんじゃないかな、ドレ佐野じゃないかな、ふわっちで言うなら。いや俺はよ、リスナー、花火ありがとう、花火ありがとうって言うよと。俺ね、俺ロケット花火投げたことあんのよ、ゆいがさんに。初めてロケット花火投げたのゆいがさんなんだけどね。いや俺はよ、花火ありがとうとか言う配信者っていうのはよ、そんなの配信じゃねえと思ってるからよ。あワドいらっしゃい、ワド来たのか、あ最近頑張ってるなっつって、あワド花火ありがとうって普通に言ったかんね、嘘だろとか思って、うわーってもう超笑ったよ、ファーだよね。もう狙ってやったんだけど、うん、花火ありがとう、花火ありがとうとか、ありがとうとか言ってたら配信にならないんだよな。だから配信者っていうのはよ、トークに集中してよ、それでよ、花火をもらう分には、あワドいらっしゃい、うん、だから俺は花火、あワド花火ありがとう。天才かよって思ったもん。いやマジマジマジ、もうね俺はね、いい仕事したなって、1000円分の仕事したなって思ったもん、うん、絶対あれね、ロムって笑ってたやついっぱいいると思うよ。笑ったよあれ、もう最高に面白かった。普通に言ったからね、ワド花火ありがとうって普通に言ったからね、さらーっと言ったから。でその後なんかね、やっぱり本人気づいたらしくて、なんかちょっと口ごま、あんね、うん、まあまあそういうことだからよみたいな、どういうことだよ、うん、いや面白かった、うん、面白いよね、ゆいがさんの伏線なんかね、やらないって言ってたこと全部やるからね完全に4層だね俺は、うん、いやゆいがさん面白いよ、うん、めちゃめちゃ面白いよね、うん、あでもなんかこだわりがあるんだろうねやっぱね、配信に対して、うん、そうだよね、なんかチャーミングだよねパイセンね、うん、天然っていうか可愛さがあるよ、あれは面白かった、うん、最高だったね、囲いも強いね。いや昔からだよ、ゆいがさんっていうかね、アンチが強いところは囲い強くなる傾向にあるね、どこも。まあちゃんまんとかもそうじゃん。なんか結局ね、あの囲いの人この中にいるかどうか、囲い気質の人がいるかどうかわかんないけど、やっぱり好きな配信者があんまりディスられるとね、怒るんだよ囲いの人って。なんかそこまで言うみたいな、なんか感情が出てくるんだよね。俺もねたまにね、やっぱ好きな配信者が叩かれてる時、なんだこいつって思う時あるもん、うん、それはねちょっとかっこいいではないけど、やっぱ好きな人がねいじめられてるとね、ちょっとねイラッとくる時あるよね、うん、うん、そういう心理だと思う。だからアンチが強いと囲いが強くなるんじゃないかな、うん、それはねプロリスだよ、アンチ兼囲いを切り分けられるのはプロリスだよ、うん、ジャケットとか着た方がいいのかな、じゃあジャケットとかの方がいい、これからだって T シャツじゃ寒いじゃん、ジャケット着る、また今まで最近着てなかったけど、久々引っ張り出してくるか、ジャケット
ットあんま好きじゃないんだよな。女子受けいいのはこういうのだよね。女子受けいいのはジャケット。何なんだろうね。なんか男がさ、セーラー服好きな人がいるのがいるようにさ、ジャケット好きな人っているよね。いや、マント着たいんだけどね、怖いんだって。リラックスしてるよ。あ、でも最近わりかしずっとリラックスしてるかな。セーターとか着たことないね。セーターのあのチクチクした質感がすごい嫌で、セーター生まれてから着たことないね。所有したことないね。一回だけあるな。一回だけある。髪型ね、猫間に切ってもらったんだよね。仕事感が出るよね。なんか堅苦しい感じになるよね、ジャケット着るとね。ジャケットも違うか。黒シャツの方がいいか。硬くなるよね。腹減ったな。ご飯食べたいな。使い分けるか。イベントの時とかね。なんか同じもの着るのが好きな人だからさ、マントっていうか、あれはローブかな、どちらかっていうと。マントではないんだよね。これはね、ビニールじゃないよ、合皮だね。合皮、いや、ルックスよくないよ、全然。ルックスよく生まれたかったな。なんかかっこよく生まれたら人生得だよな。あのローブは16万。オープンチャットはね、ツイッターに書いてあるよ。ツイッターにリンク貼ってある。イケメン得だよね。まあ女の人だったら美女が得なのと一緒だよね。全然違うよな、人生な。イケメンに生まれるか美女に生まれるかで。ブサイクは損だよ。いやー、顔の造形的に、まあ劣化遺伝子じゃん。そんないい遺伝子はないじゃん、俺。イケメンじゃないよ。俺はね、一応カメラやってるわけだから、自分の顔ぐらいわかるよ。あ、でも男の人の場合とかって雰囲気でカバーできるよね。竹野内豊みたいになりたいかな。竹野内豊とかがいいな。めちゃめちゃイケメン。いやー、あんまりイケメンじゃなくない？竹野内豊に生まれたかった俺。身長185センチ、竹野内豊。女の人だとね、笑顔が素敵な人だとね、あのカバーできるよね。愛嬌だよね、女の人はね。かわいい、かわいい。
可愛いよね、愛嬌のある人は。愛嬌のある人モテるしね。女の子は笑顔が似合う。竹野内豊になりたいよ。イケメンだよ。完璧だよね。男でもイケメン、もうグーの音も出ないしさ、女の人だってあんなのにさ口説かれたら絶対抱かれたいと思うでしょ。何が何でも抱かれたいでしょ。竹野内豊は抱いてってなるでしょ何言われてもね、優しいってなるでしょ愛嬌は表情に出るね。女の人はニコニコしてると可愛いね。男はやっぱりその仕事ができたりとかさ、実績があったりするとこうオーラをまとうよね。こう顔つきに出るというか、面構えっていうかね。ブサイクでも面構えのいい人はかっこいいもんね。女優、女の人だったら理想の顔か、誰だろうな、誰だろう、女優、女優だったら南野陽子だね。俺ああいう顔好きなんだよね。南野陽子とか、あの中野美奈子みたいな顔。あれなんていう顔のジャンルなんだろう。南野陽子とか、中アナウンサーの中野美奈子とか、女優の南野陽子とか、ああいう顔好きなんだよね。猫もああいう顔だよね、どちらかっていうと。まあ結婚したいか、竹野内豊と結婚したいは願望強すぎるだろ。自信のある人はかっこいいね。それは男性も女性もそうだね。うん、南野陽子すごい好きなんだよね。何の橋本環奈はあんま好きな顔じゃない、正直言うと。あのね、何だろう、南野陽子の顔の系統なんて言うんだろう。常盤貴子いいね、常盤貴子いいね、分かってるじゃん。常盤貴子いいよ。常盤貴子はね、キャラがいいね。あの人キャラ毒だよね。あ、顔の系統よ、ジャンルよ。なんだろうな、なんだろう、俺ね、中野美奈子が一番好きなんだよね。南野陽子とか、なんだろう、中野美奈子めちゃめちゃ可愛くない？わかるかな、中学生の昼休みみたいになってる。そうだね、中野美奈子今どんな感じなんだろう。すげえ好きな顔だわ。可愛い、めちゃめちゃ可愛いよね。ペネロペクルスは別に古いし、なんかグッとこない。めちゃめちゃ好きな顔だな、こういう顔。わかるかな、なんて言うんだろう、こういう顔って。もうこれとかすごい可愛いよね。可愛い、めちゃめちゃ可愛い。なんていうジャンルなんだろう、この顔は。たぬき顔、目がバッチリしてるんだけど、ちょっと顔ポチャッとしてるっていうのかな。なんて言えばいいんだろう、こういう顔がすごいタイプなんだよね。なんだろうね、なんて言えばいいんだろう。目は力強くて優しいんだけど、たぬき顔っていうの、こういうの、たぬき顔っていうの。南野陽子もそう、この系統の顔じゃん。南野陽子さんもこの系統の顔じゃない？AV 女優のリオはあんま好きじゃないね。あんまり好きじゃない。井川遥はだからグッとこないな。南の標高、いや俺だから年上の女性全然嫌いじゃないから、全然いけるから悪いけど、あの性癖が歪んでるからさ。違うかな、この系統じゃないかな。何歳でもいけるよ。
恋愛するの人を好きになるのにないでしょ、うん、人を好きになるのになんかある、そのなんか条件というか、ないよ俺は別に。年齢は関係ないよ。土屋アンナ大好きだね。土屋アンナの顔好き、うんうん、年上全然いける人多いんじゃないかな。てかなんか日本人がロリコンすぎるんじゃないかなぐらいに思うけどな。なんか素敵な人はいくつになっても素敵だよ、うん、そう思わない？可愛らしい人はいつまでも可愛らしいし、うん、なんかねいくつかあるんだよね、その好きなタイプの顔が。だから南野陽子とその中野美奈子とか同じ系統なので、別系統にその土屋アンナも好きな顔の系統であるってこと、ね、うん、あ、昔よく丸眼鏡かけてた頃は牛島いい肉とか、なんか山田孝之っぽいとかなんか言われてたね。全然俺牛島いい肉とか全然、高島玲子ダメ俺。井川遥とか高島玲子綺麗系ダメなんだよね。可愛い人が好きなの。黒木メイサ嫌い、そういうこと。なんかその可愛い人が好きなの、綺麗な人苦手なの。で目に平野綾大好きだよ、だから、うん、検索してみてじゃないよ、世代だもん。デコビッチでしょ。柴咲コウも綾瀬はるかもないね。宮崎あおいは好きだね。米倉涼子ないね。本田翼もだからグッと来ないんだよね俺。もちろん美的に造形として綺麗だなっていうのは分かるんだけど、性欲が湧かないね、うん。土屋アンナはね綺麗なんだけど可愛らしさがどっかにあるんだよね。蒼井優の方が好きかな。菅野美穂大好きだね。山口智子はそんなグッとこない、ね、まあ、磯野桐子別になしじゃないね、顔の造形だけ言うなら。性格はまあともかく磯野桐子綺麗だと思うよ普通に。なんか磯野桐子ネタキャラにされてるけど、普通に黙ってたら美人だと思うよあの人。深田恭子は、うん、まあ綺麗だなと思うけどタイプではないね。深田恭子に好きって言われてもあんまグッとこないもん。島崎和歌子さん会ったことあるよ、綺麗だったよ、うん、深津絵里いいね。深津絵里なんか最高だよね。国中涼子はない、うん、ジョディ・フォスター大好きだね。羊たちの沈黙のジョディ・フォスター綺麗だよね。でもレズビアンなんだよねジョディ・フォスター。ジョディ・フォスター綺麗だよね。メグライアングッとこないな。キリンは生き様がめちゃめちゃかっこいい、尊敬してるかな。かっこいいなあの人は。
ことかよくことかすげえ好きだった時期あるわ。なんかニコ生の時にことかとよくトツ LINE とかトツとかしてて、でなんかことかめっちゃ可愛い時期があった俺の中で。でことかと会ったの実は今年に入ってから初めて会ったんだよね、うん、でああことかだと思って綺麗だったね、うん、初めて見たことか可愛かったな、うん、可愛いよね、うん、大手の女の子だね、うん、なんかことかとよくねトツかけてね LINE とかコラボ放送みたいなことをよくやってて昔、うん、可愛いんだよね。なんか声が可愛い女の子大好きだから俺声フェチなんだよ、うん、なんか最近よく減らってる子とか見るとなんか切なくなるもんね。だからなんか幸せそうじゃないオーラを最近すげえ出すから子とか幸せになってもらう。そうなんかあと目が死んでるんだよね子とかあんなに可愛くてあんなに目がキラキラしてたのに最近の子とか目が死んでるんだよねわかるこれ。なんか悲しくなるんだよね。なんか子とかの目が死んでる時なんか悪い男に捕まったんだろうなっていうかさ、なんか男に男でダメになってんだろうなっていうのが伝わってくるとなんかね見れないね。もはや見ることすらできないもん。目を背けてしまうね。ねえ昔の子とかのイメージだからさ、子とかって今いくつになったんだろう。若いよねあの子ね。いや連絡できないよもう。だってふわっち来てから一回もやり取りしてないもん、うんうん、いや昔愛した女だからね子とかはね昔愛した女だから、うん、やっぱりそれはね嬉しそうな顔するでしょ、うんうん、30過ぎてるんだ子とか。昔愛した女だから。いやでもねまんざらじゃなかったと思うよ、うん、正直な話すると正直な話するとまあ子とかもまあわかるよって、私もだよみたいなとこあると思うよ。一時ねってそんな時期もあったわねみたいな、まあまあそこまでね深い関係じゃないけどまあそんなこともあったわねみたいな、そういう感じ。ゆうかにゃん可愛いね、うん、ストーカーの思考、うんうん、お互い惹かれ合ってた時期あるわよねみたいなね、うん、勘違いじゃないよ。子とかに聞いてごらん、わかるよって。でもそれは言わない約束でしょう。はどうって、あの人ほんと子供なんだからみたいなね。ワドそんなこと言ってたの？ワドほんと子供ねっていう、そういう大人のやりとり、うん、妄想ぐらいさせろよ。いいじゃないか妄想ぐらい。妄想の何が悪いんだよだって放送中に電話でやり取りしてたってことは好きってことでしょ。ことか絶対俺のこと好きだったと思うよ。あえて言わないけどお互いもう心で結ばれてたと思う。うん、
その当時はね、うん、おはよう、うん、その当時はお互い惹かれ合ってた時期があるよ、うんうん、いやーやめて、勝手な思い込みじゃないから、もうそれは俺わかるから、もうそれはわかるから、コトカが俺にちょっといいなって思ってた時期あんな、しょうがないじゃん、しょうがないでしょ、何悔しいの、子とかが俺のこと好きだったのが。で、一時だよ。ほんと、なんか4ヶ月ぐらいだよ。和道いいなっていう時期あったよ、子とかには。和道と付き合うのもありだな。でも告白するの怖いなっていう時期あったんだよ。振られたらどうしようっていう時期あるでしょ。うん。何その分かった分かったって。あるんだよ。あるもんはあるんだよ。なんだ？焼いてんのか？うんうん、あー、浅野先生かわいいな。浅野先生はかわいいな。ずるいよね、あれね。うん、浅野先生はそれは可愛いでしょ、グラビアアイドルやってんだから。ちょっと反則だよあれは、あれプロだもん。うん、浅野先生のツイッターにいいね押しちゃう自分がいるよね。朝一で浅野先生にね、目覚めたら浅野先生のツイッターにいいねボタン押しちゃう自分がいるね。うん、悔しいよね。でもね、俺びっくりしたよ。なんか浅野先生の枠を普通にロムってたら、俺昔から結構ロムってんの、浅野先生。ロム戦全然やらないのに、浅野先生本当に好きだから、あのロムってたら、なんかさ、和道って本当にさ、つって俺のことディスり始めたの、10分ぐらい。めちゃくちゃへこんだ。めちゃくちゃへこんだね。何にも言ってないんだよ、俺。浅野先生のところでコメントすら書いてないし、何にも言ってないのに、なんか浅野先生にめっちゃディスられて、なんか雰囲気だけだよねって、アーティストを気取りたいだけでしょあの人とか言って、うわー聞いた。コメントでは一切聞かないのに、浅野先生の放送でディスられたのはマジで聞いた。聞きたくなかった、うん、見なきゃよかったね。いやー、へこんだね。マジでへこんだ、あの時。いや、あの時マジで俺ちょっと心すさんでたよね。いや、へこむでしょ。名指しでなんかディスられるんだね。うん、気持ち悪いって言ってた。へこむでしょ、そんなもん。うん、いやー、へこみますよ。うん、いっぱいオナニーしたのに。返せ、俺の精神返せよ。怒りがこみ上げて。俺のカウパー君と精神返して。怒りしかない。クレーム入れようかな。おかずにするでしょそんなもん。キモいな、さすがにキモいな。わかるわかる、キモいな。4層クオリティのね、神がどんどん遠のいていくね。え、でも配信者でオナニーしたことあるじゃん、みんなだって。俺は誠実な人間だから、みんなの前で
浅野先生のオナニーしたことあることをカミングアウトできるけれども、みんなだってあるでしょ、うん、みんな誰でオナニーするんだよ、書けよ、みんなだって書けよ、正直誰でオナニーするのか書けよずるいよ俺ばっかり、なんで俺ばっかりそんなひどい目に遭わないといけないんだ、お前らも書けよ、痛み分けだよ、全くないんだ、うん、全くないの、マジか、配信者はないんだ、配信者のことを性的な目で見てないんだみんなは、そっか、うん、残念です、もしいたら書いてください、123号さん、どれさんかな普通かか、あの俺浅野先生であのないっすよ、え123号さんあるんすか、ネタっすよ、僕らないっすよ、配信者でオナニーとか、123号さんあるんすか、どれさんっすか、どれさんだけだよ今、俺ら全員冗談だって思ってたよ、俺も、あ、ワドをまたバカなこと言ってするわけないじゃん、ほんと面白い子ねみたいなノリで見てたのに、あるんすか、うん、どれさんかな、うん、やりたい配信者誰、うん、パンツ脱いだところでバンになった、うん、いや神々の遊びだから、これ神々の戯れだから、コトカがお前頭おかしいんじゃねえって言ってた、いやいやコトカ俺のこと好きだからいやいやそんなことコトカ言わねえよ、うん、和道のこと好きだった時期あるって聞いてごらんよ、うん、絶対あるから、うん、あるに決まってんだろ、うん、ちなみにドレさん誰で抜いてたの、誰でも抜くでしょあんなもんどれの深夜食堂なんか、女だったら何でもいいんだから、若い女だったら何でもいいんだよ、うん、若ければ若いほど興奮するだけだから、うんうん、会ったことねえし、会ったことあるわ会ったことある、ことか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 、それはあかん、それはあかん、会ったことあるから、よっさんの新年会で挨拶したじゃん、トイレの前で、あかん、あーめっちゃ傷ついた、あかんあかん、それはダメなことが、あったことあるから、それは訂正、ことかことか、それリアルにダメなやつ、記憶から消してるあいつ、いやーめっちゃ恥ずかしいじゃん、それはダメだよ、俺だけ意識してたみたいになるじゃん、会ったことねえしって言われた、しかよリアルに痛いやつじゃん、トイレの前で挨拶したじゃん、マジかよ、マジマジかよ、ああそうか、今日そういう日か、うん、なるほどね、そうか、天狗だなあいつは、ことかは天狗だわ、天狗、天狗だわ、ちょっと可愛いからって、そんな女だとは思わなかったよ、見損なったわ、ふざけやがって、ふざけんじゃねえよ、うんうん、マジかよ、そうだな、イケメンは正義って話だな、うん、俺が竹野内豊だったらね、うんうん、オープンチャットだからツイッターに入って貼ってあるって、オープンチャット今何人いる、50人ぐらいで締め切ろうかな、なんか内輪でワイワイやる感じにしようと思う、今6人か、オープンチャット今6人だね、
ケメンは正義だな。いや諦めましょうって、なんか俺がなんか片思い引きずってるみたいなのやめてよ。そうせってもう全然ないよそんなの。俺はもう昔の女とかスパッて忘れるタイプだから。ああそんな時期もあったねみたいな、あそんな子いたねみたいなね。やめてファンみたいな、やめてやめて本当。なんかそういう言い方が一番ムカつく。ファンとかやめてほしい。誰のファンでもねえし。なんでオープンチャットやってんの？リクエストがあったから。オープンチャットやって身内でやってほしいみたいな。雑談タヌキの逆、もう囲いだけのチャット作ろうよみたいな。でなんかこう逆にアンチの悪口を言うの陰で。いいだろう。俺は散々もうなんか匿名にやられてきたから、あのもうほんと身内だけで固めて、あのなんつうの悪口を言う回だね。あのリスナーほんとしけてるよねとか。マジキモいとかずっと言うの。ワドちゃんかっこいいよ今日とか、そういう内輪でワイワイやる。放送中にこうワドちゃん手振ってとか、そういうなんか女の子とキャッキャする場所だね。じゃあ秘密の俺らだけのっていう、えらね、秘密の招待制のオープンチャットやるの、うん、和道スレッドだ、和道スレッド。これが俺のオープンチャットだね。これね、ツイッターに貼ってあるから、ワド監督の精神世界っていうオープンチャットね。これね、メンバー募集中、うんうん、解放の悪口言うの。解放と何があったんだろう。まあでもオープンチャット面白い。匿名で参加できるから、あの名前とサムネ変えられるのね。自分の LINE アカウントじゃなくて、オープンチャットに参加するときにサムネと名前自分で選べるの。だから名前偽れるんだよ。そこがねオープンチャット面白い。濃いかな、そうなのかな、年齢層が高いんじゃないのかな。今日はわかんない、みんな年齢いくつぐらいなんだろうね。なんか最近若い人増えたよね。なんか若い子がキャッキャ楽しんでるのを見てるとね、なんかいいなって、微笑ましいなって思うんだよね。10代とか20代のリスナーがいるといいな。なんか女の子増えたね、若い女の子が増えてすげえいいね。なんかババアみんないなくなっちゃったな。集めに集めたババアたちが、若い子増えたよね最近ね、うん、若い女の子すげえ増えた。
まあ、28歳若いよね。入れた？増えたかな？人数増えたかな？どうだろう、あ、増えてる。ホモビ男優チンチン侍、お前帰れよ。お前誰が入ってんだよ、ふざけんじゃねえよ。お前退席させるぞ。なんだこいつ、人のチャット荒らすんじゃねえよ、気持ち悪いな。強制退会し、なんだよこいつ。ホモビ男優汚いチンチン侍だって、なんだこいつマジで気持ち悪いから。うわホモだ、本当のメスですわれ。気持ち悪いから帰ろう、コテハン帰ろう。気持ち悪い本当に。なんでガチホモが俺のコミュニティ入ってんだよ、ふざけんなよ。ヌードの依頼、なんで俺がガチホモ取らないといけないんだよな。あれなんで俺のコメント消えたんだろう。ホモビ男優汚いチンチン侍って何なんだろうねこれ、あれなんだろう、俺のコメント消えたな、なんだろう、え、なにこれ、コメントってなんか制限されてんのかな、NG ワード、ホモとかが多分 NG ワードなんだよね。ちょっとチャットでみんなとミーティングしよう。消えてない。この使い方ありだよね。なんかちょっとコメント欄とは別に、なんかオープンチャット内でね、いろいろ書いてやり取りしてんだけど。はい、ワドツ。この使い方新しいでしょ。はい、ワドツ。タヌキしか入れない、オープンチャットのリンク貼っとく。おティンティン侍って読むんだこれ、おティンティン侍って読むんだ、知らなかった、
名前思いつかなかった時とりあえずそれにしただけだから気にしないで OKOK、うん、まあもし掲示板参加したい人いたら参加してください。50人ぐらいで締め切ろうかなって思ってますね。ワドさんならわかるよね。わかんねえわわかんねえよわかんねえよ。どうした、何があった、余裕はあるかな、ちょっとね、少し余裕は、心の余裕はできたね。アイコンはリア友なんだ。リア友なんだ。リア友の画像勝手に使ったらダメでしょ。許可なく。婦人部の一人なの？まあ誰だか分かんないかな。婦人部まだ生き残ってたんだ、和道婦人部。まあこれでね、これだったら配信外でもみんなでチャットでやり取りできるからね、面白いよね、うんうん、あ、フリー素材で置いてあるんならいいね。面白いねこれね。なんか LINE だったらね、なんか文字だったら結構その配信外でやり取りできるっていうのは結構熱いんじゃない、リスナーさんと、うん、今までそういうツールなかったもんね。 Twitter とか置かれてる情報を見るみたいな、リアルタイムでなんか配信外でつながると面白いよね、うん、じゃあ皆さんお疲れ様です。そろそろ僕を終わりにしたいと思います。また見に来てください。フォローよろしくお願いします。うん、じゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様です。おつおつ。